はい、ではですね、まあ、今日はちょっとね、まあ、申し訳ないんですけど、まだ何やろうか決めてません。この時点でですね。というのも、なんだかというと、ちょっと今ね、何をか迷ってまして、このネズさんっていう方、なんだかっていうと、あ、これ名前変えられましたね、これ。なんだ。ちょっとね、まあ、今週頭ぐらいかな。まあ、今週というか、まあ、先週、まあ、これ、投稿、してる日が多分1週間超えたら先週になっちゃうのかな。まあ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 。このネズさんという方で、このコースと、このコースですね。まあ友人が作ったコースがひどすぎた1と2ですね。をプレイさせていただいてですね。本当、で、まあちょっとね、見た感じなんですけど、他のコースもちょっと見てみたと、やっぱりもう相変わらずクリア率が本当エグいですね。本当、だからちょっとね、この中でちょっと何しようかね、迷ってたんですけど、まあ中にはクリア率いいやつも、まあ、実際あったりもするんですけど、どうなんでしょう。なんかすげえな、これ。足跡が半端ないやつも、だけどクリア率が 1.58。ちょっとこれやってみましょう。美しい夜空と家の草原を駆け巡れ、スピードランですね。どうなんだろう。これ友人じゃない人が作ったのかな。これ作ったのはご本人だと思うんですけど。あべ。これすげえなんか微妙なところにブロックがあるからなんか飛びづらいんだよな、これ。なんかこの配置がちょっと微妙なんですよ。行き止まりするかなんだろう、その。で、こうやってでしょ。あべ！いやー、なかなかの変わった仕掛けしますね。これ、ほんとなんていうかね。まあ。これはね、今のは、なんだ。しゃがみジャンプです、今のは。最初のとこね。あ、こっちか。今、ほんとわかんなかった、今。うわ、滑り落ちて。うわ、マジ滑り落ちてな、これ。おおおお、怖い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 。あれ？なんだこれ？どういう使い方すればいいんだこれ、今の。まあ、といってもクリアできないやつも実際ありますけど、まあ、まあまあまあ。で、自分だって本当にアスカさんに、やっぱり動画投稿した時なんかはね、プレイしてられた時はすげえ嬉しかったもんだよ、ほんと。おお、こういうことか。はい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 。おおー、なんかすっげえ微妙なところに置いたんだ。これコインの案内がないのか、これ。ほい。うん。うし、あ、ああ !Z って書けよ、これ。なんでコースに巡り合わせることがあるんで。期待のコースはそこまではね、出てこないんだけど。マジでね。Z。で、これあんだよね。おい、あ、おお、これマジなんだこれ。おお、おお、ここは書いてあんな。ここでいけっかな。おし、オッケー、いけ、いけた。ああ、うそ、マジか。これ超もったいね。そうだし、そうだ、コインガード、コインガードが大半もう置いてない時点でもうちょっと怖いね。うん。おお。よし。これだよね。おお、しょっけ。くしたの。で、これでまだ半分。わっ！なんでそこで中間があんだよ。すっげえ意味のねえとこに作ったね。ちょっとまあ、すっげえいろんなところで止まっておりましたけど、まあ、結構難しかったな。はい、いいね。ちょっと、これ終わった後にクリア率が今度どうかっていうのをちょっと見てみたいですね、このコースは。あー、やっぱりさほど変わってないですね。はい、わかりました。はい、ではですね、はい。私のコースをしっかりよく遊んでいただいてます、ゆきんこさんという方のコースをやっていきましょう。はい。ではですね、SMM2 の小ネタ集というコースですね。はい、サムネ映えにもなる一発ネタを多めに集めたコースです。知ってるという方は温かい目でご覧ください。斉藤子、はい。
配信しております。どんなサムネ映え、おぉ、ちょっと待って。ちょっと待てよ、これ。とりあえず、やっていきます。はい。では、どんな少年たちが待っていたんでしょうか。はい、では、見てみたいものです。ゆきんこさんのコースって結構面白いんですよ、本当に。最近ね、本当になんだかよく、なんだか知んないんだけど、あれどうなこれ。あれなんでこれ何がどうなったんだ。ほい。あれ乗れないわ。これ乗れないんだ。ほう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 。結構面白いのが多いんですよね。ゆきんこさんのコースってなんか。あら。どうなんだこれ。ああ。雲に乗れってことこれ。なんだろう。これ何のギミックなんだろうね。なんかね、正式名称がよくわかんない。あれ乗れないんだこれ。やっぱり。おお。で、これ何雲乗れんのこれ。あれこっからこうだろ。あれちょっと待って。どうすんだこれ。何だこれ。で、ここにもう一回できてるわけか。あれおぉ。これどう、ちなみにこれ、どうすればいいんだろうこれ。ね。斜め下左から。あ、乗れんだ。あ、こういうことか。なにこれ。あれちょっと待って。あれし。おぉ。ちょっとワンちゃんが首吊りされてます。おおええまあれちょっと待って。これどういうこと、どういうことだこれ一体。どうすんだなあれ、これ挟まるってやつこれもしかして。マジなんかよくわかんないんだけど。ああこういうことか。おお。なにこれこれなにどういうことや、どういうこっちゃこれ。の、これ、ああなんでヒップダブルしてんだこれ。これ入れんのかこれ。あれうべ。ちょっとまあ矢印取りちょっとやってみる。おお。いくぞ。確かにこれサムネ映えするわ、マジで。動画投稿者にしてはさ、ほんと。あ、おお、危ね。マジこれほんとね、このコースのどっかマジね、サムネ使わない手はマジでありません、これ。どこにしようかな。あ、おお、ダメ。やべ。あ、入れた入れた、マジでマジでこれすげえ。いやー、これマジでいいね、ほんとに。いや、マジすっげえ面白かった。ほんとにこんなギミックってあんだな。マジ、ほんとにこっちも勉強になりました。はい。いいね。はい、ではですね、次はまたまたゆきんこさんのコースですね。はい、優しい世界ですね。いやー、ほんとにね、なんていうの、最近ほんとね、優しい世界ってほんとやってないんですよね。マジで、ほんとなんていうの。新着コースやるとね、なんかね、すげえ鬼畜ばっかり引くんだよね。鬼畜コースばっかりね。いや、ほんとね、なんていうの、おぉ。優しいコースってほんとやってみたかったんですよね。
あら。おう、びっくりした、危ね。これは持ったままでいいのかな。おお。おお。優しいですねー。うーん。おお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 お、どこまで。えいっす。で、これ、おお竜巻ちゃんじゃない。しかも、このスネークブレック長い。長いかの。てか、これ、いつまで持ってればいいんだろう。長いから、本当にね、ずっこける必要もないしね。おおおおお、危ない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 。あら。ルイス。えい、中間。ハッピー。いや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 、マジハッピーってこれいい言葉ですね。はい。で、この寸胴がを倒して、またワープワークス。はい。おー。一瞬ちょっと死んだと思っちゃったけど大丈夫か。えい、ギーカー。はい。はい。おうおう。ルイス。うん、なんか怖いけどね。ちょっと今怖いけどね。うん。いいね。久しぶり。ルイス。おお、バブルシ。イエス。マジ優しいコースですね。はい。イエーイ。ほっほーい。いやー、マジで優しいね。はい。いいです。